ドロー。はい、ということで、まあ、遊戯王をね、やっていこうと思うんですけども、こちら遊戯王デュエルリンクス、こっちの本当のカードじゃなくてね、アプリが今日からね、本日より配信されたということで、まあ、早速ね、遊戯王好きの私としてはやっていかなきゃいけないということで、もう清掃でございますよ。やっぱ遊戯王やるんだったらね、ゴーグルつけなきゃいけない。まあ別に初代遊戯は全然ゴーグルとかつけないんだけどね。なんかそんなイメージ湧いちゃってるよね、もう。ということでゲームスタートしていきましょう。はい、同意します。日本語で OK です。こんな顔してるけども、イングリッシュだって逆によくわかりません。ダウンロード開始。まあここはね、おそらくカットされると思いますけども、オリジナルキャラクター&モンスターデザイン。さすが、我らが、まあ、高橋先生ですよ。すごいよね。もともとね、遊戯王、まあ知ってる、ほとんど知ってると思いますけども、まあ漫画だったんですけどね、当初遊戯王はカードゲームではなく闇のゲーム。まあ、いろんなね、まあおもちゃに限らず、その場にあるものを使ってゲームをするっていう。で、まあ、魂をかけ た、あのね、戦いがよく繰り広げられた中で、まあ、遊戯王のね、もう、後々代名詞になる、まあ、あとはデュエルモンスターズっていうのが出てくるわけですよ。でね、まあ、海馬瀬戸っていうのが出てきて。で、まあ、徐々に、普通の闇のゲーム、普通の闇のゲームって言い方もおかしいけど、闇のゲームだけではなく、徐々にこのデュエルモンスターズカードゲームだけに、シフトしていくっていう。まあね、当時私、小学3、4年生ですかね。まあ、漫画はもちろんリアルタイムで読んでいて、で、カードゲームはね、最初ね、こういうちゃんとしたね、カードではなく、ガチャガチャでしかで、でしか買えなくて、ルールも全然定まってないようなやつしかなかったんですけども、徐々にちゃんとしたね、こういう風に、オフィシャルカードゲームとして遊べるようになると。さあ、ということで、そんな感じで、ダウンロードは完了したということで、やっていきましょう。スタート。遊戯王に関して、遊戯王知らなかった知っている、OCG を今も遊んでいる、原作コミックアニメのみ知っている OCG を遊んだことがある。今も遊んでいるかって言われたら、まあ遊んでるっちゃ遊んでるんだけど、わかんないルール結構あったりするので、遊んだことあるにしときましょう。エクシーズまではわかるんだけどね、ペンデュラムがね、いまいち分かってないんですよ。あ、ここはフルボイスじゃないんだね。ふわっはっは、遊戯、俺は貴様を倒し、決闘となるんだ。ほう。さあ、デッキからカードの剣を抜け。急に喋る。さあ、デッキからカードの剣を抜け。来た。タイガー。ヤフーヤフーだよ。俺は負けるわけにはいかない。はは、かっこいい。俺は負けるわけにはいかない。それは、どっち？まあね、やっぱ、とりあえず、闇遊戯にしときましょう。いや、暑いね。俺のターンドロー。やっぱね、スリーブ、使ってスリーブがね、ブラマジガールなんで、そこは遊戯にしなきゃダメでしょ。で、ライフは4000なんですよね、このデュエルリンクス。はい。こっちのね。俺がお前を倒す。宿命の名のもとに、我々は雌雄を決する。あれ、3000だった。本来であればね、8000なんですけども、このデュエルリンクスはなんか、やっぱ、スマホゲーだからなのか、ちょっと簡易版になってますね。ちゃんとしたルールでも遊べるようになるのかな。闇道具です。すげえ懐かしいモンスターね。おお、どうしたどうした。まだ愛犬、豆太郎が書いてますけど。では、ドロー。静かに。静かにして。今、遊戯をやったのかな。どうだろう。では、ドロー。見てみましょう。これで守る欲竜、やばいね。懐かしすぎる。モンスターカードをドローしました。簡単に。よし！よし！出せる。攻撃表示で召喚。はい。これで星4ってやばいね。星2、3ぐらいでもいいスペックかと思うんだけど。召喚は一旦に1回のみ行うことができます。まあ、この動画を見ているほとんどやったことあるとは思うんですけども、やったことない人も一緒にこれで覚えていきましょう。で、モンスターで攻撃してみましょう。アタック。フェーズを切り替えるバトル。バトルフェイズ、これでモンスターが攻撃できますね。操作がすごく簡単。モンスターで攻撃だ。モンスターで攻撃だ。まあ攻撃のね、差分、上回った分だけ相手のね、ライフポイントにダメージを当てることができると。で、ターン終了しましょう。ターンエンド、フェイズ切り替え。ターンエンドだ。ターンエンドだ。今ちょっと豆太郎がびっくりした。終了だ。お、何も言ってない。俺のターン、俺のターン、ドロー。カードを
引くぜ。来たブラックマジャン。ただしね、そう、星5以上のモンスターをドローした場合、フィールドにいるモンスターをリリースする必要があります。召喚するには、それを、アドバンス召喚。前はね、生贄召喚とかって呼んでたんですけどね、いつの間にかアドバンスになってました。今回は練習のためにリリース必要なモンスタートークンを用意しました。ありがとうございます。じゃあブラックマジャンを召喚、アドバンス召喚するモンスター2体選んでくださいと。俺が俺の切り札にしてる最強のしもべ、ブラックマジシャン。かっこいい。やばいね、ブラックマジシャン。いや、来ちゃいましたか。いいですね。でアタック、バトルフェイズ2回、これで決める、ダイレクトアタック、いけブラックマジシャン、ブラックマジック。いいですね。まあ基本的にはこんな感じなんですけども、俺はカードで死ぬなら本望だ。カイバーかっこよすぎる。憎しみの果てに真の勝利はない。イエーイ、ウィン。いやー、たまらないですね。テンションが上がりっぱなしですね、もう。まあ基本的にはこんな感じなんですけど、他にもね、魔法とかトラップカード、モンスターにもいろんなね、バリエーションがあったりしますので。覚醒準備、ほう、あ、ここで名前とか入れるわけですね。じゃあ射撃まで行きましょう。射撃ま、じゃあ同意して、認証完了。デュエルリンクスアクセス、さあアクセスしておりますよ。あ、すごい、かっこいいね。ようこそデュエルリンクスへ。ここはデュエルリンクス内の VR 空間デュエルワールドだから、今 VR 空間にいる体だろうね。なるほど。ネットワークでつながれたこの空間には世界中からさまざまなデュエリストが集まります。そう、デュエルの宇宙は無限に拡大していくのです。それでは早速デュエルをしてみましょう。元気な学生、さあデュエルしようぜ。やばいね。 あんたもしかしてデュエルキング武藤勇気、あ、俺武藤勇気って設定だね。デュエルキングと対応とは燃えてきたぜ。なるほど、闇遊戯デッキ、まあ、徐々に自分のデッキがね組めるようになるのかな。このデュエルはスキップすることができます。一応まあやっていきましょうかね。まあ、チュートリアル的なね。元気な学生、元気がない学生とかもねえかのかな。闇遊戯いきましょう。で早速、いっぱい多分手に入ると思うのでまとめて受け取りましょう。はい、817個。で早速ね、もう10パークプラス SR1 枚確定、1回限定っていうのは完全課金じゃないとできないってことなのかな。あ、ここに何が手に入るか書いてあるの。へぇー、いろいろ手に入るんですね。ノーマル、レア、SR、ウルトラレア。まあ、とはいえね、今のこの本当のね、カードゲームで使えるものがあるかって言ったら、まあそこまで情けな感じなのかな。まあまあでも、手に入るともう、手に入るんだね。そういうことは、1とか2とか書いてあるけど。まあいいや。とりあえず、10パック開封していきましょう。なるほど。パックが199個あって、全部開ければ全部手に入るようになるってこと？これが、そのボックスの中にある枚数ってことか。で、お目当てのものが全部手に入っちゃったら、ボックスリセットでこれを変えられるってことなのかな。なるほど。まあ、とりあえず、じゃあ、やってみましょう。10パック。トルネード。相手の魔法&トラップゾーンにカードが3枚以上存在する場合に発動できる。相手の魔法&トラップカードゾーンのカードを1枚ずつ選択して破壊する。使いどころ難しいな。四季紅葉、装備魔法カードをモンスターに装備させるたび、装備魔法カードのコントローラーに1000ライフポイント回復する。また装備魔法カードがフィールド上から離れるたびに
装備魔法カードのコントローラー1000ポイントの、ダメージを受ける。なんとも言えないカードだな。猫耳族かわいい。獣戦士族、相手のターン時のみこのカードのと戦闘する相手モンスターの元々の効力はダメージステップ時に200になる。200になるの？ 200 ダウンじゃなくて。いやらしいカードだね。はい、どんどん上げていきましょう。セイントバード、カレー使いヒーター、ワイロンウォームパール、一応レアらしいですけども、このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する装備魔法カード1枚を選択し、ゲームから除外する。次の自分のスタンバイフェーズにそのカードを手伝いに加わる。へえ、まあまあ、ガーディアントライス、マーダーサーカス、懐かしい。神竜エクセリオン、なんかかっこいいけどね。はい、どんどん見ていきましょう。今のところレアしか出てない。ノーマル、忍者伝承、廊下呪い、でも今いつもデフェクトが違ったよね。関係ないね。アースクエイク、もうこれ何パック目、5パック目、6パック目、もう何パック目か分からなかった。なかなか SR 以上は出ないね。心眼の矛、トラップジャマー、闇霊使いダルク、正体ダニー、トラップジャマー、闇使いダルク。あー、かぶり始めてきたね。結構セブン、迎撃ジム、バイロンオーム、闇は恋の歯を、これは使わないよね、きっと。指令使いアウス。あ、終わってた。新しいパック、今度いつ出るんだろう。もうちょっとの。まあ、ここら辺にしときましょうかね。いや、新しいパック出たらそっち開けたいし、取っときたい感もあるけど、いつ出るのかよくわかんないな。まあ、ということで、とりあえずね、そんな感じでございました。今後もね、どんどん、動画上げていこうと思ってますので、ね、よかったらね、対戦とかも、リスナーの皆さんとやっていけたらなと思ってます。ということで、ここまで見てくれてありがとう。つくま、キリ。大丈夫、まめちゃん。なんか今ね、風邪ひいてるのがちょっとね、ごほん最近のね。はい、ということで、ここまで見てくれてありがとう。つくま、キリ。黙らんな。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方はチャンネル登録をタップ。パソコンでご視聴の方はチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また動画以外では Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。黙らんな。